予想以上に車が多いですね。やっぱり3連休初日っていうことがあるんでしょうか。加工見学、大人一人200円。家族湯がね、なんかいっぱいらしくて、3、40分待つっていうんで、先に加工見学の方に行ってみたいと思います。加工見学は2回目かな。地味な登り坂なんで、なかなかしんどいですよね、歩くんが。でもすごい風景が見えてきましたよ。すごい。あれがガランダゲかな。別府温泉の源ですね。大した距離じゃないけど、しんどい。お、湯布岳。山頂の方は雪が残ってますね。硫黄の匂いがしてきましたよ。順路、そんなんあったかな。これが加工っていうことなのかな。確かね、温泉マイスター検定の勉強とブラタモリでやってた内容によるとね、このガラン岳の地下にマグマだまりみたいなのがあって、でそこで温められた水が温泉になるわけですよ。その温泉が別府の方に供給されてるっていう、そういうことなんですよね。だから別府温泉の源っていうのはここガラン岳っていうことになるみたいです。すごいあちこちで噴気が吹き出してます。うお、すごい硫黄の香り。赤茶けた地面、活火山って感じですね。まあ加工見学っていうのはまあこれだけのことなんですけどね。さあ、そしたら戻って温泉行こうか。じゃあ今から塚原温泉の家族湯に入ろうと思います。で、塚原温泉っていうのはね、強酸性泉で有名なんですよ。で、pH がね、確かね、1.5 ぐらいじゃなかったかな。pH っていうのは、数値が小さいほどより酸性っていうことですね。日本で2番目の強酸性泉。ちなみに1番は、秋田県の玉川温泉。で、2位が大分県の塚原温泉で、3位が山形の蔵王温泉やったかな。とにかく、強酸性泉で有名なんですね。ちょっと泉質が変わってるというか、
なんか金属分を結構含んでるっていう、そんな感じだったと思います。後で成分表をちょっと見てみたいと思います。前来た時はね、露天風呂に使ったんですけど、今日は家族湯にゆっくりと使ってみたいと思います。家族湯が早めに開いたっていうことで、3番に入ります。この並びが家族湯ですね。その向こうが露天風呂、その向こうが離れみたいです。3番。血糖値を下げるっていうのがいいんじゃないですか。じっくり使おう。小ぶりではあるけれども、石鹸はね、使えないんですよね。眩しい。温泉の水分が浮遊してますね。湯の花。気持ちよかったな。でも温泉分析表がなかったな。多分露天風呂のとこには貼ってあったと思うんやけど。まあいいか。スタンプもらえますね。スタンプも無事ゲット。ここに書いてありますね。酸性度の高さ第2、アルミニウムイオンの多さ第2、鉄イオン含有量の多さ第1。あ、湯布院なんや、ここ。この車の数にしたら人は少ないような感じしたけど、みんなどこ行ってんのかな？Thank you.